タマジ軸とベルベル語派は、アフロアジア語族に属する言語グループである。現在主に、モロッコ、アルジェリア、リビアで話されている。モロッコ、アルジェリアともアラビア語を重要視する政策を取るため、ベルベル語派の言語の話者は、偏僻な山間部の村などに多く、家庭の中でしか話さないこともある。しかし、アラビア語が広まる以前には、北アフリカで幅広く話されていた。 古代のヌミディアで使われたヌミディア語はおそらく、ベルベル語派に属すると言われている。チュニジア・アルジェリア・モロッコに、紀元前2世紀頃の碑文が1000以上残されているが、十分に解読されていない。モロッコで話されるベルベル語派の言語には、タリフィート、タマジグト、タシュリヒートの3つの言語がある。タリフィートは北モロッコのリーフ地方、タマジグトは中央モロッコ。 タシュリヒートはダイアトラス山脈で話される。アルジェリアの主要な言語はカビル語であるがシャウイア語などそれ以外の言語もある。トゥアレグ語はアルジェリアマリニジェールで話される。より小さな言語がチュニジア、リビア、エジプト、モーリタニアで話されている。カナリア諸島で話されていたグアンチェ語は16世紀に消滅したがおそらくベルベル語派の言語だった。 ベルベル語派の言語の話者は、ベルベル語という呼称を一般に好まない。これはベルベルがギリシャ語で、言葉がわからない人を意味するバルバロイから由来することによる。今日、ヨーロッパ諸国で、比較的よく用いられる言い換えは、本来北、モロッコで話されるベルベル語を意味するマジぐとである。特に北部ベルベル語を指すときには、この表現が好んで用いられる。 話和令北アフリカ諸国では、ベルベルゴ派の言語の話者を公式の人口統計で集計していないため、正確な話者人口を知ることは困難である。ベルベルゴ派の言語の話者は、モロッコ、アルジェリアのほか、中央アフリカ諸国、エジプト、フランスなどに住む。1952年のエイバセットの概算によれば、全世界で約550万人である。 1996年のジョンウェイ・グライムズの推計によると、ベルベル語派の主要な七言語の合計は860万人ほどである。北アフリカにおけるベルベル語派の分布長きにわたって、他の民族による侵略と支配を受けてきたベルベル人の歴史を反映して、ベルベル語には多くの他の言語の痕跡が刻まれている。フェニキア語、ラテン語、ゲルマン語、 ギリシャ語など古代にベルベルを征服した民族の言語からの借用語も少なくないが、最もベルベル語に影響を与えたのはアラビア語である。イスラーム教徒の北アフリカ侵入とベルベル人、居住地の征服により、ベルベル人はイスラーム化が進み、言語的にもアラビア語の強い影響を受けた。現在のベルベル語がアラビア文字で書かれることが多いのも、 アラビア語の影響であることは言うまでもない。さらに近現代に入ると、スペインとさらには、フランスの侵略と植民地支配により、ベルベル語にはスペイン語やフランス語の単語が多く、流入した。ベルベル語は、マグレブのアーンミリアの基礎言語として、これらの言語に影響を与えた。これは、エジプトアラビア語に対するコプト語の役割と類似している。 またムスリムのイベリア半島支配の結果として、スペイン語やポルトガル語などのイベロロマンス諸語には、アラビア語ほどではないにせよ、ベルベル語の影響が見られる。そしてベルベル人とアラブ人のサハラを越えた、ブラックアフリカへの遠征と征服、およびイスラームの普及に伴って、いくつかのブラックアフリカの言語は、アラビア語とともに、ベルベル語の影響を受けた。ありがとうございます。